はい、山寺です。今ですね、京都は三条駅に来ております。これからですね、またね、京都のこの辺りのね、お店巡りたいと思います。めちゃくちゃいい天気でしょ、これすごい晴天ですよね、これ。今ね、ちょうどね、私鴨川を背景にですね自撮りしてるんですけども、すごいね、眩しいぐらいの、いい天気でね、秋らしい、ちょうどね、まあ、まだ11月、今日はね、17日なんですけど、11月17日なんですけども、すごい、ね、寒くなく、ちょうどいい気候です。今から行っていきたいと思います。では、今ですね、三条、の、河原町通りですかね、に来てるんですけども、お酒の美術館っていうお店ですね。こちらにちょっとね、行ってみようと思います。お酒の美術館、なんかね、結構ね、ドリンクがね、オール500円でね、なんか良さそうなんで、ちょっと入ってみたいと思います。はい、今ですね、お酒の美術館に来ておりますけれども、ここでですね、いろんなものですね、すいません、ありがとうございます。すべてですね、ここは何でもドリンクが500円ということですね。結構レアもんからなんかいろいろあるんですけど、ここはですね、バランタインの12年も配合しました。いい香りしますね、すっごい味です。これをいただきたいと思います。メニューもすごく豊富にあってですね、ちょっと見ていきましょうか。こんな感じです。ちょっと開けてみますよ。公開しきるかどうかわからないんですけども、ちょっとずつ開けてみましょうか。多すぎて、ちょっと全部公開しきれませんけども、あとフード類ですね、ちょっとなんか食べてみたいと思います。ね、フルーツハイボールなんかもあるんですよね、これすごいですね。お店の雰囲気ですね。今ね、昼のね、まだ1時半ですわ。最高。まあね、のんびり飲めますね。まあ、時間的に、まだ昼間なんでね。いいですね。はい、アブリカマンベールチーズですね。250円です。これも美味しそう。カマンベールチーズですからね。ハイボールに、ごめんなさい、ハイボールめちゃめちゃ合いそうですよ。ではいただきますね。実は最初もっとお肉ね、たくさん用意するだったんですけど、それやったらもうつまみじゃないですね。安すぎますよ。こっちが遠慮してしまうぐらい、すごいものが用意すぎた。やっぱね、もちもちしたカマンベルチーズめちゃくちゃいいですね、これ。上からね、ペッパーとかかかっててね、これがね、なかなかね、いい味させてます。うまいです。今日はもうね、のんびりちょっと
そんなことないと思う。いや、そんなことあるか。あのね、僕はあのキャッシュオンなんで、商品の引き換えかな、注文する時にお金の引き換えになっております。最高ですね。たまたまですね、今日11月17日なんですけども、まさよしっていうところでコラボしたんですね。ダイニング、京都ダイニングまさよしさんですね。これとね、コラボされたまさよしのステーキ、これがですね、なんと500円食べれるんですよ。でね、ちょっとね、まだね、発売の時間とはちょっと違うんですけども、私ね、ちょっと食べさせていただくことになりました。500円です。安いでしょ。これからね、どんなものが来るのかちょっと楽しみに待っております。食べた方がいいと思いますよ。本当にレア感があってね、めちゃめちゃ美味しいと思います。ちょっとね、いただきたいと思います。このですね、たっぷりタレにつけていただきますね。ほんまに美味しいです。アンガス牛っていうのはちょっと知らなかったですけどね。正義さんだとこれが 200g で1200円ぐらいで、はい、それでも安いんじゃないですか。そういうちょっとあのお互いの PR も含めて、はい、ちょっと特別に提供していただいて。でもこれ500円はほんまにお得ですよね。絶対得だと思う。ワインとかはね、お酒も進むんですよ。進みますよ。飽きません。進みますよ。ありがとうございます。これ完璧に。
でこのねステーキソースがまた美味しいですわ、ほんまに。一応ねブロッコリーも食べますよ。ブロッコリーもねちょっとステーキソースをつけて食べてみたいと思います。どんな感じかわかんないですけど、まあはい、ソーセージ盛り合わせ500円きました。そうですね、これたっぷりマスタードとケチャップつけてこれでいただきます。はい、ソーセージ、はい、ありがとうございます。美味しいですね。いい感じの焼き加減でね、最高ですわこれ。ジェリーソースがちょっとピリッとしたこういう感じのソーセージ、これも美味しいですね。最高です、ね、メニュー、飲み物の、ね、メニューが多すぎてですね、何も美味しそうになるんですね。で次はちょっとね、ブランデーベースのですね、ミックスベリーハイボールにしました。こちらも500円です。絶対もう美味しいでしょうね、きっとね。僕は出しておかしいな。僕ね、あれなんですよ、こういうねフルーツ系のハイボールって飲んだことないんですよ、実際。ちょっとどんな感じかわかんないんですけどね、いただきたいと思います。美味しいですよ、ね、すっきりとしてね、いいですね。このベリーの香りが、なんて言いますかね、この鼻の中をスーッと抜けて、めちゃくちゃこれ飲みやすいね、ハイボールです。これ、ね、女性にぴったりと思います。いろんな種類あるんですけど、僕はちょっと今日はミックスベリーにしました。ベリーグッド入れてくれませんかね。いや、ちょっとちゃうかな、すいませんね。
お酒の美術館ですね、行ってきました。すごいいいお店ですね。ここはね、洋酒好きにはたまんないお店です。あのね、レアものからね、いろんなね、あの洋酒、ウイスキー、ブランデー、いろいろあるんですけども、もちろん焼酎もありましたね。焼酎ね、100年の孤独とか森井蔵もありましたね。全てね、500円というこのすごい安さ、雰囲気も良くてですね、でフード類が250円か、500円という2種類しかないという、しかもね、あのやっぱり安いんですよね。で、キャッシュオンで、飲んで安心できるんですよね。ということで、私ここでめちゃくちゃ気に入りましたね。昼の12時から空いております。京都、河原町通り三条近くにありますね。歩いてすぐのところにあるんでね、もしよろしければ皆さん来てみてください。最後に飲んだフルーツハイボールですかね、私が飲んだやつはベリー、ミックスベリーの方なんですけども、これおすすめですよ、女性の方特に。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、ということで、もしよろしければ、チャンネル登録の方をお願いいたします。それといつも皆さん高評価いただいている、方には、感謝いたします。ありがとうございます。ということで、これで、ちょっと、帰りたいと思います。ではお疲れ様でした。ありがとうございます。